はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。さあ、ということでやっていきましょう。スプラトゥーン実況プレイ。引き続きガチエリアお送りしていきたいと思います。サブロムで今日は、また言っちゃいましたね。サブアカで今日はこちら、バケスロ。なんと、サブアカでは 0P らしいです。まあ、それなりにクイボスっぽい装備をしてみて、ちょっと一つずつ微妙に足りないんですけど、その分、イカ速でどうのこうのしていこうかな、みたいないう風に思ってます。ちょっとバケツ最近練習してて上手くなりたいなってすげえ思ってますけどね。ガチエリアデカラインアンチョビ引き続き。さあさあさあやっていきましょう。デカライン降下した。よろしくお願いします。ちょっともう声が若干もう寝かけてるんですけどね。いやーやっぱり20何時間起きてる。あでもまあちょうど24時間ぐらいですかね。まあでも今日あんまでもねそんな眠くないんですよね。言うてなんかお昼寝チックなお昼寝かっこ深夜を1時間半ぐらいしたんでだいぶそれなりですよ。ちょっととりあえず出にくいね。今日は、あーマジない、最悪。出ちゃったから行くしかない。さよなら。あーあー、なにそれ、なにそれ。もうやだ、やだ、それ。もうやだ、やだ、もういっぱいやだ、いっぱいやだ、ダイオウ倒した。ダイオウじゃない、ダイナモ倒した。そういう武器じゃないんですけどね、みたいな感じなんですけどね。一回引きますか。ちょっとこれ大丈夫ですか、ダイオウ君。カブーンなんかここ、ここあかんすか。一回ちょっと落ち着いて攻めるしかないですね。じゃあ、飛べないのであれば仕方ない。あ、マジ？あ、もうそれはきつい。それはきつい。そこまで入られてて、んで、3を2。この辺をしっかり塗って、カバリング。はい。で、次、そこの壁とか塗っといて、いつでも行けるようにしとく。はい、次。はい、ここ濡れてる、オッケー。濡れてるんで、誰も来てないところを、ついついーっと。ついーっもうそういうことやるから。はい、はい、はい、はい。あ、来ない。高台、相手高。もう、どんな角度から入ってくんだよ、それマジで。もう。意味わからん。どんな角度やねん、マジ。全然ガバガバなんですけど。一回塗って。いない。いない。届く。これどうしようかな。一回固めに行きたいのも山々なんですけど。センターナイス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 んでここ両方見るよ。うーあと一発回復されちゃう。このセンターは、センサー辛かったですね。どうしようかな、これ。ナイス？ナイス？今のは、いいカバー。あ、全部落ちてるよ。全部落ちてるよ。マイクよ。詰めるよ、詰めるよ。詰めますよ。詰めますよ。詰めますよ。ははは。はっ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 は。はっは、痛い。何もやってないんだよな。何もやってないんだよな、この試合。全然おんぶに抱っこなんだよな。途中沼じゃん一回挟んでるし。全然なんですけど。ボロボロなんですけど。一試合目はもっと遊ぶからなっていう、そういうやつですかね。なんかすんごい適当な名前な部屋に入ったんですけど、なんかすごいあれですね。あ、でもちゃんと見たらあれだったわ。そうでもなかった。あ、違う、そうだわ、微妙だわ。いや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 、ひらがなが2文字3文字とかがさ、めっちゃ並ぶとさ、あ、もうなんかサブサブ赤なのかなみたいな、そんな気になりますよねっていう、それだけの話なんですけど。
まあ、とりあえず塗りはさすがに勝てないと思うので、これは一回取らせることにはなるだろうな、みたいな話で、相手タカ。あ、マジそれ。なんでドゥンドゥーン。あ、それね。それね。それは納得。それは納得。だが、しかし、ちょっと苦しい、そう。あ、死ななかった。マジか。あ、死んでる？これ来るよ。来ないよ。いないよ。いるよ。いない。そういう見方？そういう見方？ナイスー？アミン、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 アミン。アミン、敵たか。はい。バレてる、それ。それバレてる。バレてなさそうなんですけど。あー、マジそれ！嘘ー！チーン。チーンでしたね。さあ、ちょっととりあえず、ダイナモ君落ち着いてくれっていう。落ち着いてくれたら、まだわかんないぞという。はい。やば。もうやだ！もう死んでないし、死ぬ前にやられてるし、死ぬ前にやられてるし、そこ二つ固めてるのであれば、まだわかんないけど、ちょっとあれですね、なかなかハイドラが動きにくいんでしょうね、きっとね。そういう見方は見えます。てか、このステージ自体がだいぶハイドラ苦しいですからね。だいぶハイドラあんまり強くないイメージあるんで。おう。前行かないと。前行かないとよ。荒らさないとよ。あ、マジか。マジか。いった。マジ。なーん！まーん！完全に俺おとりー。完全なる俺おとりまーん。おとりまーんで、リードが取れる、取れる。やっぱあれなんですね。ほんと一回固めてからの、やっぱみんなやっぱお互いに、やっぱ突っ込むか突っ込まないか勝負かみたいな。あ、ま、届かない。マジか、届かないか。センサーがきつい。この部屋センサーきつい。いやー、勝った！これさ、バケツのさ、この上に殴るときのあれがよくわかんない。正直よくわかんない。はい、センタードーン。ナイスー。あー、勝ったかな、勝ったかな。オッケー。なんかよくわかんないんですけど、あの軌道が。なんかずっと洗濯機の感覚で、行くかなって思うとさ、バケツでインク量多いじゃないですか。だからベチョーンってなるじゃん。シュッていかなくてベチョーンってなるじゃん。俺なんかそういうの嫌いなんだよ。まっすぐな人間だからさ、シュンってそこって言ったらそこ飛ばないと嫌なの。そんなことないですけど、別に。全然そんなことないですね。イシシノシシへやっていきましょう。今、手元にまた劇場版ポケットモンスターのパンフレットみたいのがあるんですけど、あれなんですね。来光映画出てないかな。水君とさ、炎帝はデカデカと思う。お知らせされてるんですけど、なんか、あ、マジ？あ、そう、あ、ナイスー。なんか、雷光がどこにもいない。あ、なんかいたよ。いなかった、いますか。いなかった。そう、はい、ナイスー。スッと入って、スッと潜って、あ、固まってる。マジ、いつの間に。一回引かせて、はい、ここ、はい、ここ、ここ、はい、ナイスだから、はい、一回引きます。はい、もういやー、いな、くそ。いやだ、もう。はい。あー、まだ微妙に溜まってなかった。はい、相手高。センターだったなー。誰も見てないぞ、左。左誰も見てないぞ、まずいぞ。落ち着いて。当たれ！当たんない。消えた。マジか。ここわかんないね。これがなんか、なかなか。これが洗濯機とバケツの微妙な、ここ。違いの難しさ。一回引いて。
塗るだけでも、インク出すだけでもだいぶあるよ。意味あるよ。意味あるよ。はい、センタードーン。センターじゃなくて、完全に相手の高狙ってるんですけど、うん。しっかり、味方をカバーしつつ、あ、死ぬ。危ない。え、ちょっと、それずるい。それずるい。それずるい。ナイスー。カバー、いいカバー、それ。めっちゃいいカバー。めっちゃいいカバーだから、俺も前に出る。さよなら。死にました。すごい、今のブラスター、スーパーウルトラカバーですね。やるー、強すぎ。もう信頼して、そのノバに、僕は、流していた。はい。ウェイ、ウェイ、ウェイ。今日強いぞ、味方。強いっすよ、これ。これ、ちょっとぶっ続けで収録しちゃってていいんじゃないですか、これ。いっちゃいますよ、カースト。カーストいっちゃいますよ、これ、マジで。普通に勝ててますから。何の変哲もなしに普通に勝ててますから、これ。俺は強かった、味方。もう、盤石という言葉にふさわしい勝ち方でしたね。素晴らしかった。やっぱね、デオキシスから見てないんだな、俺、やっぱり。やっぱそうだわ。やっぱなんかそう、ちょうど、中学生ぐらいになってさ、ポケモンダッサーみたいな多分時期だったんだと思うんですよね。いや、好きでしたけど、ポケモン自体は。でもなんか、やっぱこう、俺、ね、好きなのはポケモンですって、やっぱ言えねえじゃん、中学校2、3年生って。中二病的な何がしですけど。そういうのありますよね。いやー、無理んごー、それ厳しいんごねー。それ厳しいんごねー。あ、もう、あ、無理んごねー、それきついんごねー。一回引くんごねー。一回取るね、打って、ない、ない。あー、それはそこか。それはそこけ、そこけ。さあ、なかなか、ダイオンに追われちゃって、ダイオンに追われちゃっての、微妙なこの差し合い。この差し合いで負けるときついんだけど。いや、これはね、ちょっと出てヘイト稼いだ方がいい。出てヘイト稼いで、飛んできてるから、それでやってもらうしかないんじゃないかなって僕は思うんですけど、まだダイオが残ってる。ダイオ残ってる。ダイオ残ってる状態で、とりあえず一回塗る。塗る塗る塗る。塗れない。塗れない。インクがない。インクがない。ナイス。何？何が起こった？何が起こった？めっちゃ呼ばれてる。めっちゃ呼ばれてるんですけど、ちょっと間違えた。マジか。あ、これやべ。いや、このルート、こっちあかんかった。はー、マジそれ。めっちゃ呼ばれてんだけど、どんだけ俺信頼されてんの？どんだけ俺信頼されてんの、マジで。信頼されすぎでしょ、いくらなんでも。どんだけよ。ぬろ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 めっちゃ押されまくってるんだけどさ。めっちゃ押さ、めっちゃ飛んでんじゃん。めっちゃ飛んでんじゃん、マジ。めっちゃ飛んでんじゃん。これまずい展開ですよ、これ。塗りがね、収まってないのに、これは。あんまり良くない展開っすよ。ちゃんと塗ってかないとよ。エリア管理大事よ。エリア塗って、エリアを塗って、で、じわじわ固めていく。じわじわ固めていく。じわじわ固めていく。まあ、しゃあないな。それを囲まれちゃってるな。一回エリア管理するとすごい飛んでくるんだけど。何？絶大なる信頼感ある？ああ。やば、あそこ塗られてんのきつい。なんかきっちりね、きっちり大王でね、返されちゃってるんですよね。きっちり。取ったリードを大王しっかり貯められて、かつきっちりそこで返されちゃってるんで、そこをうまくどうにかしないと厳しいんじゃないかなっていうふうに思う。結構突っ込んでは死んで、突っ込んでは死んで繰り返してるんで、まあ、見ての通り。見ての通り。もう大人気かよ、持っていまして。大人気すぎるだろ。
大人気すぎるわ。ちょっと、ぬるぬるぬる。ほら、ぬる。ここぬる。ここぬる。ここ、誰も見てないんだけど。あ、一人見てくれてたらよかった。ま、笑うわ、マジで。いやー、楽しいっすね、今スプラトゥーン。楽しいっすね。いやー、まあ、いいんですよ。いや、勝てれば別に何でもいいんで、僕は。もう、どうでもいいんで。勝ち方とかもこだわってないんで。全然いいんですけど。やたらめったら飛んできますからね。もう三三で一番上っていうのがちょっと面白いですよね。いやー、そんなにね、甘くなかったですね。やっぱり。まあ、そんなもんだなって思いましたけど。まあまあまあ、でも、いいでしょう。そういうのも、今のスプラトゥーンですから。もうなんか、とりあえず、早く、あ、そうだ、発売日さ、決まったよね。あ、その話してないか、まだ。そうだね、スプラトゥーンの動画でね。ああ逃がしてくれなかった。逃がしてくれなかった。悲しい。めっちゃすごい入り方してた。面白いな。ぐるっと一周。宇宙の旅。好きですね。はい。はい。見えてるけども、なんか束になって、あれですかね。集まってましたね、今ね。よいしょ。さて、どうしよっかな。スパシャが飛んできてるから一回ちょっと安全なとこに逃げて、相手まだエリア確保できてないんで、まだまだですよと。リッター見てる。リッターじゃない、チャン見てる。一回塗って、ちょっと炙り出してもいいかもね。ここ。いない？いない。いないんだったら一回こっちまで入って、スッと登って、はい。やばい。あん！でっていう。あ、こ、無理。それ無理。それそんな俺上手くない？バケツ。はぁ、むいいよ。あ、いない？誰も。はい。あ、バレてる。バレてる。ヤグラじゃないからバレてる。どこから来ようが、この位置はわかるまい。この位置はわかるまい。どこだ？どこだ？ちょ、やばい。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。ニコニコ超会議2017の出演スケジュールをツイッターに画像としてあげますので、当日来られる方はぜひそれを要チェックしていただきたいと思います。もちろん生放送で見る人もね、絶対に見ておいてくださいね。よろしく。ではまた明日、あったかくして寝ろよー。